ちょっとお店の案内をしていただいていけるんで、こうちょっとお店を。おとしさん、ここが納車ルーム。納車ルームです。車両を納車するときの部屋。車両を納車するときだけで部屋がある。え、その車両を納車する部屋って、いいんですか？僕、はい、今日。そこ、すげえ。こんな形でエアコン以外は全部ハーレーグッズっていう。すごいな。ハーレーマニアの人たちが来るだけで超ハッピーやもんね。これ絵はうちの会長と一応なってるっていう。お母さんちょっとグラマラスじゃないですか。そうなんですよ。マジですか。実写なんだよ。マジですか。マジですか。皆さんすごいですよ。はい。いいじゃないですか。でここにやっぱお客さんのあっちに来てる時とは別空間で納車をするっていうスタートっていう。ああ。まあ一応うちの会社のあれじゃないですけど、真剣にふざけるっていうのがテーマというか。テーマ。はい。すごいな。でここが納車スペース。納車スペース。預かりスペース。はい、ちょっと預かりスペース。これは普段見れるんですか？大丈夫です。あのカスタムの参考にもなるんですけど、自宅に置けないっていう方も。ああ、すごいな。いろいろと。すっごいな。このところで月々でお預かりをしてるっていうような感じですね。あ、月々でお預かり。はい、でも、そっか。山梨って雪降るんですよね。あの降る時と降らない時があるんですよ。そうなんや。1回だけドカッと降るっていうような、うん、あの V ロッド、はい、2002年とか3年ですけど、あれ売ってるの？一応売ってるっていう形ではあるんですけど、一応僕らのコンセプトカーで作ったっていうものなので、うん、値札はついてるけどカスタム一応このレベルやりますよっていうようなご紹介みたいな、でも走行距離ほとんどないんでしょ？ないです。みんな買いに来るべきやね。ブロット欲しい人はここやね。うん。あっちがもうそう、あ、あるじゃん。デストロイヤーもありますし。マジで。の奥のマックの。マジで。広告とか。マジで。もうマックの広告はもういいんですよ、ね。いや。デストロはマジで。あ、多分これ僕ら日本で1台だけかもしれないですけど、火入れたことないと思います。すげえ。これも真剣にふざけようがコンセプトのマックの値札のところはいいハーレーとか、ハーレーハーレー。どこどこどこ？ほんまやん。はい。ゴーゴーハーレーとか、そういうような感じにしてる。ごめん、これを考えてるのは誰が考えてるの？うちの会長が考えてる。会長。会長。会長、すごいな。ていうか、会長、本当に好きだったよね。はい。あの、好きなことをするのと、やっぱ、へえ。人生楽しもうぜがコンセプトが強いので。これはコレクションですね。はい、ねえ。もともとうちの会長が本田技研出身で、うんうんうん、本田総一郎と働いてたので、うんうんうん、その時の砂型エンジンとか、僕はちょっとあの、大変したところがあったりとか。へえ。ほんまや。の昔のイベントとかは全部僕らのでパレードとかじゃない、うん、あのメキシカンポリスのショーとかはやってたので、うん、その時の車両を作ったものとか、ほんまや、いや、ちょっとこっからはあんまり言えないからやめとこうっていうか、普通さ、はい、これだけハーレー愛があったらさ、はい、この床も、床も割れないようにこういうので、ハーレーのこれ、これ全部入れてやってるんでしょ。で、これだけのコレクション持ってるとこも少ないじゃないですか。ですね、今のハーレーの中で、これが本当のあの古く昔からハーレーをやってはるお店じゃなくて、いや、じゃでもここまでのって今ないじゃないですか。そうですね、少ないと思いますね。少ない。少ない。本当に少ない。皆さん山梨に来られたら本当おさむさんに遊びに来られてはいかがでしょうか。あの
見る、まあ、ハーレ好きって、僕もハーレ好きなんで、ハーレ好きっていう人であれば、ああって思うこといっぱいあると思う。なんかちょっと考えさせられます。すごく。ありがとうございありまがす。とうございます。ちょっとその、この流れで、ちょっと、メインのところもご紹介していただけませんでしょうか。この流れでもうこのままいいズですボよ。ーって、ズボーって。お店なんですけど、はい。僕らこのお店も実はここ30年ぐらいになるんですけど、はい。はい。30年前から30年後ももともとこう古びても大丈夫なようにというかのコンセプトのこのログハウス調というかのイメージで作って、一番は僕らのお客さんにそんなにこう気づいていただかなくてもって言い方変なんですけど、ハーレの世界観っていうのがあるので、ハーレの中に飛び込もうというところで、玄関のこのデザインはハーレの V3 エンジンです。おー、ほんなのまでや。ハーレの中にどうほぞっんまていや。うコンセプトなんですけど、あれ気の、づかなくても大丈夫でいや、すっていうような。気づいたかな、これ、ほら。V2 エンジンです。V3 エンジン中でに。面白い。すげえ。この中ああ。に入ると、邪魔します。はい、はい、邪魔しこんまなす。形で車両が並んでいつつ、やっぱお客様のこの整理とかも大切なので、ガラス張りでやっぱそう見えなんるよ。ように、整理画面で見えるように。整備工場をね、ガラス張りでね、見れるようにしてるとこってね、ないんよね、これがね。もちろん指定工場なので全部機器もありますし、暖房エアコン完備で。何やろう、この見られてる感って、やっぱし緊張するよね、きっでとすメカね。ニックの人まあ、ね。やっぱ引き締まるのもありますああ、そうやし。ね。それ重要やね。ですね。やっぱ見えないところで傷がついちゃった、つけました、つけてないです、あれもないですし。うちとこの子ら聞いてる、見てるみたいな。みんなどう、見てるみたいで、ここな。なんからあか、ちらの方につながる。すごい。どうですか？なんか来たくなったでしょう。ちょっとびっくりなんですよ。天井をなくして直の屋根なので、ああ、本当だ。面積的よりも広さを感じるっていうのが高さかもしれないです。高いっすね。個人的にすぐなんていうのかな、夏場の冷房のお金がすげえなって思ってしまうんですけどね。すごいで、ここなからまた別棟に行きあ。はたい。いっていう。別棟になっちゃってね。別棟になってます。ここから。で、ここも、あれ、グッズです。なんか、お客様の今、ラウンジとして。お客様のラウンジになってます。で、ほら、ポーカーテーブルもありまポーす。カーテーブルもあります。ギャンブルしちゃダメですよ。本当に。で、カウンターがカあっウンターて、があって。こちらの方にもちょっと今いろいろとお客はい。様来てますけど、商談上VIP ルームでデイト VIP ルーム。ナっていう名前にしてます。 VIP ルームでデイトナです。で、こっちがお客さんたちがカスタム相談ができるミーティングリームルームのスタージスっていう名前にしてスタージス、ます。本当だ。偉いね、コンセプトをちゃんと全部立てながら、そうですね。ここまで形作ってるんだもんね。時計、ジュークボックスで、コルビンシーそう。トのソファーもありつコつ、ルビンソファー。コで、ルビンソファー僕現物日本で見たの初めてかもしれへん。すごい少ないと思いあ、ない、いや、黄色が、ます。ほうほうほう。東京、あ、そどっうなんですか、ね。でもない。珍しい珍です。しいよ。あとは、もう本当に何年もかけて集めたグッズ。グッズ。あのこれ時計、も本ちゃんですか？そうです。本ちゃん時計ですよ。扉を開けてここでネジを回して重りをっていうような本当の時計で本当の時計ですよ、これも。今こういう昔からのものをきっちり置いてる、置いて、まあコンセプトがなく、もうイメージ変えられてるもんね。すね。ですね。だから、
こうやってちゃんと、だからさっき言ったあの古い昔からあるヨーロッパとかのこの老舗の、あのハーレーのディーラーさんのイメージが強い。で、僕らもお店が新しくなってって綺麗な洗練されたっていうのも大事かもしれないんですけど、やっぱ古き良きの味っていうのはやっぱ大切なのもありますし。なんかちょっとびっくり、いえ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 、ちょっと、完全な悪ふざけで。いやまあ、ー、あれ、現実世界に分けたいっていう。言葉をちょっと言葉なくしたな。いえ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 。本当にいろいろ僕あちこち行くんでね、ちょっとなんていうかな、いや、素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。それ、だから長い歴史感じるし。やっぱ来てくれるお客さんが楽しんでもらえて、で、たむろしてもらえるって言い方もあれですけど、やっぱお店として一番店のエネルギーになるんで。それが、もともとの、コンセプト、ハーレーも売り出した。僕、よくスターバックスが好きで、スターバックスの経営とか、向こうとか行って全部見るんですけど、スターバックスは、やはりそういうコンセプトなんですよ。来て、街の中に溶け込む、それぞれの街の中に溶け込んで、で、生活の中にもう入り込んでしまうっていう考え方なんで、それが、ここは、もう、ハーレーの世界観にどっぷりなんで、ハーレーの世界観を大切にしたいなっていうのと、個人的にはここちっちゃいカリフォルニア作ろうと思ってるんで、ヤシの木植えてやろうかなとか。ここはちょっとオフレコになるかもしれないけど、さっきのお話は違うな、みたいな。まあまあ、そうですね。そうやね。ちょっと今、そうなんですよ。そう、あ、ベーそうスの部か。分が。ベースが違うな。なんか、すごい。ちょっと、すごすぎるわ。なんか、硬い中でやらせていただいてるんで。ぜひとも、なんか皆さんにこのまま言うてあげて。そうですね。一番ハーレーの中で大事なことっていうのが、僕の中ではハーレーで結構人生が変わるっていうのがコンセプトに考えているので、その変わる楽しみっていうのを、トラブルも楽しめたりとかっていうふうなのだと、もっと充実したハーレーライフっていうのが送れるよっていうのが結構コンセプトではあるので、皆さんもハーレー乗るときはぜひぜひ楽しんで乗っていただければと思います。山梨の元奥様に、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ、来てください。よろし来くておお願い願いししまます。す。こう逆光になってるわ。よろ しおくお願願いいししまます。す。お願いします。お願いします。すごい。ありがとうございあます。りがとうございます。2日間、おります。ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。